今日はミスで落ち込むなという話をしていきます。前提にあるのが野球というスポーツは難しいスポーツであると。でプロ野球選手だろうとメジャーリーガーだろうとこのエラーをしたりだとかこうフォアボールを出したり簡単に三振してしまったりこう見逃し三振しちゃったりだとかこの少年野球で結構怒られたりするようなこともそのプロの選手でもこの頻繁にやってしまうと。だから本当に子供たちなんかは一つのミスで落ち込んだりすることなくどん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 チャレンジしてほしいなと思います。で、野球というのはこのミス、それをこう恐れてやるのではなくて、このできたことに目を向けて、どん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 チャレンジして、この自分が成功する、それをどんどんそういう体験を積んでほしいなと思います。だからミスに恐れてチャレンジしない、そういうのではなくて、どん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 チャレンジしていってほしいなと。だからミスを恐れずにプレーしてほしいなと思います。今日の話は以上になります。